夏は暑くてやっとれんわ。いいね。でも光っとるで。あ、山本さん、井上さん、こんばんは。あ、中村くん。最近な、運動不足やで、こにして歩いとんやけど、昼暑いやろ。だから夜歩くようにしとんや。あ、僕も残暑が厳しくて、夜にランニングするようにしてるんですよ。ああ。山本さん、すいなタスキしてますね。どこ気づいたやんか。これな、よう光って車のライトからに反射してな、ドライバーからよう見えるんや。まさか中村君、こんな夜にこんな黒いジャージ着て走っとんか。そんなんつけなあかんのですか。僕やっぱ明るく光るより地味に痛いですわ。何言うてんの。光るもんは常識やで。見てみ、私なんかズボンの裾にも反射材やで。タスキだけ違うで。若いもんが何言うとんや。もっと派手にいかなあかんやんか。はい。ほな、この若いんやからこれも中村くんつけてみ。そうですね。自分から事故に遭わない努力をすることも大切ですね。そうします。皆さんこんにちは。私は反射材をつけたリフレクトマンです。宮本さんと井上さんからもらった反射材で交通安全だ。それでは反射材について解説しよう。帽子だ、たすきだ、足元だ、これはおまけだ。それでは夜にしてみよう。真っ黒で何も見えないね。じゃあ車のライトを当ててみよう。わかるかな。横も向いてみよう。お分かりいただけたかな。たすきと足元がよく目立つね。夜のお供に反射材、よろしくお願いします。暗い夜道も反射材、人生明るくほからかに。しかし交通指導委員会でした。